はいどうも昆虫隊長作です、えー、今回ねボールパイソンの動画になるんですが実はお迎えしていました9月5日日曜日にお迎えして、えー、昨日ですね9月15日に亡くなりました、えー、ちょっとねうまく言葉にできるか自信がないので先にね伝えたいことだけ伝えます え、タイトルが、ボールパイソン初心者の方はやめとけ、みたいな感じになってると思うんですが、えー、お迎えするなら CB の方がいいよっていうのが一つですね。えー、何もボールパイソン全てを否定しているわけではなくて、CB 個体をお勧めしますっていうのと、えー、あともう一点なんですけど、これからね、詳細について、亡くなった詳細について話していくんですが、えっ、ー、と、前提として、購入する前に僕がしっかり確認していなかったっていうのが、 えー、まず前提として悪いよねっていうのがあるので、それを踏まえた上で、えー、聞いていただきたいと思います。で、あともう一点ですね、すいません。えっ、ー、と、お迎えして、えっ、ー、と、ちゃんと調子良くなってきてからというか、慣れてきたら立ち上げてから動画にしたいと思っていたので、生前の動画はほとんどありません。てか、もうほぼないです。なので、えっ、ー、と、亡くなった後のヘビ、えー、の動画になるので、ちょっと苦手な方は、 えー、ご視聴を控えた方がいいかもしれません。はい。というわけで早速話していきたいと思います。この子はボールパイソンのノーマルですね。あの、原種の形ですね。野生でいるようなボールパイソンですね。で、統さんの FH ということで、で、でこの FH って何なのかっていうところだと思うんですけど、ショップとかで販売されている爬虫類の個体の種類っていうのがあって、まあ、大きく分けて CBWCFH の3つに分かれるんですけど、 まあ、CB っていうのは一番多分聞きなじみがあると思うんですけど、飼育か繁殖個体って言って、えっ、ー、と、まあ、何回も飼育している個体同士で掛け合わせた個体、生まれてきた個体ですね。WC、ワイルドコートっていうのが、野生で捕まえてきた個体をそのまま販売しますってやつですね。で、えっ、ー、と、今回の FH なんですけど、ファームハッチって言って、これ野生個体の繁殖個体で、えー、と、つまり、この子は統合産なので、統合で捕まえた ボールパイソンの子供がこの子ですね。で、捕まえてきたボールパイソンを孵化させて、えー、日本に輸入してき、えー、たっていうのがこの子になります。で生まれは多分東郷なんだと思いますねで。輸入して販売されているのが日本。で、これ恥ずかしながら僕、迎えるまで知りませんでした。えっ、ー、と、お店の方にファームハッチっていうのを聞いて、あ、まあ、ワイルド個体じゃないんだったら大丈夫かなっていう軽い気持ちで、 お迎えしてししてままいましたところがこのファームハッチっていうのも結構厄介でワイルド個体って結構慣れにくいだったりだとか餌食べにくいとか拒食しやすいとか寄生虫があるとかいろいろ問題があって結構難しいって言われているんですけどファームハッチも野生から生まれた行動もなので飼育慣れというか飼育で立ち上げるって結構難しいらしいんですね。 なので、実際、餌を与えるときも結構反応してくれなかったりするんですけど、あとはビビリだったりして、全然餌を認識してくれないとか、そういった問題があります。で、えっと、一般的にボールパイソンは初心者向けだって言われているんですけど、僕は FH、ファームハッチとかワイルドコートのボールパイソンは全然おすすめできないなと今回思いました。おすすめされているボールパイソンって、えっと、CB 個体、飼育化繁殖個体でブリーダーさんがちゃんと管理して、 繁殖させた個体だとやっぱ餌付きやすかったりっていうのもあると思うので初めてヘビ飼いますとか初めてウォールパイソン飼育しますっていう方だったらまず間違いなく CB 個体飼育か繁殖個体をお迎えすることを強くお勧めしますあとね FH とかワイルドコートってえっ、ー、と輸入する時のストレスとかもあるんでそれの原因で拒食,食したりっていうのも全然あると思うんですねなので国内で飼育された繁殖個体だとそういったストレスもあまりかからないので そううういいいいいいっっった意味ででで、も CB 個体っててのがいいんじゃないかっていうことですねで。あと最初ノーマルがいいよっていうのを結構聞くと思うんですけどノーマルってすごく安いんですねで実際僕がお迎えした子も結構安く購入できてそれはなぜかっていうと FH とか WC ワイルドコートの個体が安いんですよ あの調べてみたら結構ね、輸入された個体の利益率って結構高いらしくて、だからこそなんか最初にノーマルだからとか安いからっていう理由でノーマルのボールパイソンを迎えすると、実は FH で全然餌食べないとか、割とコートで全然慣れてくれないとかっていうのですごく難しい思いをすると思います。なのでちょっとね、値段は張っても CB 個体っていうのを特にボールパイソン初めて迎えるっていう僕みたいな人は CB 個体を迎えた方が良かったんじゃないかっていうことですね。次にねこの子を死なせてしまった 流れについいいいてて話していきたいと思います最初ね8月28か29あたりに入荷したっていうのをちらっと見てその辺ちょっと詳細覚えてないんですけど8月の末あたりにお店に入荷されましたで僕がお迎えしたのが9月5日の日曜日なんですねでこの時点でね良くないのが入荷して1週間ぐらいでお迎えしちゃうっていうのは結構バカだなっていうふうに思いますね今思うと で当時って多分早くお迎えしたいっていう気持ちが強くて自分の都合のいい情報だけ聞いてもうとにかくすぐお迎えしようっていうそういう思いが強かったですねで、まあ、これは完全に自分の落ち度ですね良くないところだと思います8月の31日の火曜日がお店で初めての給仕だったらしいですねで一応健康ですっていうのを聞いた上でお迎えしたつもりだったんですが迎えてからは おしっこがね、かなり多くて、それも尿酸っていう塊にならないおしっこが続いたんですね。ほぼ毎日ですね。で、落ち着かせたいんですけど、ペットシーツ変えないと汚れちゃう、まあ、衛生的に良くないんで、ちょっと毎日ね、関わるしかなかったっていう形ですね。で、でそれでね、余計ストレスがかかっちゃったのかもしれません。で、 同じく1週間後の火曜日に、えー、僕の方もね、えー、マウスを与えてみました。ピンクマウスのようですね。これはアシストせずに食べてくれたんですよ。片手でプラーンと持って木に捕まっているような状態を再現して、で、マウスを温めて、えー、前に出してあげると結構食いついてくれたんですね。これが食べてる時の映像なんですけど、で、この時はまアシストせずに食べてくれたんで、あ、 結構大丈夫なのかなとかここから立ち上げることできるかなとかっていろいろなんかねえっ、ー、と一旦不安は解消できたんですけどねやっぱ飼い主にとって一番精神衛生的に悪いのって痩せている状態で餌食べないってことだと思うんですよまあ痩せてない状態でも餌食べないって結構不安にはなると思うんですけどそういったのって結構初心者の方とかって怖いじゃないですか 数ヶ月食べないって怖いと思うんでやっぱボールパイソン、まあ、CB 個体でも拒食する子はいるし拒食自体が悪いっていわけではないんですけど餌を食べないって初めての方って結構辛いと思うんですよ怖いと思うんですよなんでやっぱ食欲旺盛なカリキンがおすすめだったりするのかなとは思うんですけど、まあ、その辺はデメリットメリットあるので何とも言えないんですけどね この時はね、しっかり餌食べてくれて、まあ、最初で最後の、ね、生前の動画になってしまいましたが、で、食事の後はは、ね、排泄がやっぱ気になるところなんですけど、で、総排泄口孔っていって、蛇のね、えーと、おしっことかうんちとかする穴があるんですけど、そこの辺りにね、尿酸の塊が結構ついてて汚かったんですよね、でそれをほぼ毎日くっついてるもんなんで、 温浴しながらね、えー、洗ってたんですけど、そしたら木曜日にね、下痢気味のうんちを出しました。で、この時点で、ちょっと消化器関係がちょっとダメなのかなとか、体調が悪いなっていうのは分かっていて、で、土曜日にもう一回ショップに行って、ちょっと聞いてみたんですけど、まあ、やっぱり、その、お迎え 近いとかあと輸入すぐだったんで、まあ、ストレスとかいろいろあって立ち上がってないのかもねっていう話で,で温度とか上げてで餌食べているようであればそのうち立ち上がりますよって話だったんでまあもうちょっとね様子見ようかなと思ってで、まあ、排泄したんで日曜日ね餌食べるかなと思って、まあ、痩せてたんでね結構、えー、アシスト で、あげてみたんですけど、それも食べず、嫌がるようなので、やめてあげて、で、2週間後の火曜日、14日火曜日に、えっと、もう一回ね、餌チャレンジしてみたんですけど、これもね、アシストをしても食べず、で、もう本当にね、あの、みるみるうちに痩せていくんですよ。で、明らかにちょっとこのまま餌食べないのは怖いなと思ったので、強制給仕で、えー、押し込みました。 でまあ、そもそも初心者が強制救助をやる時点で結構ね飼育難易度が高いと思うんですがえ僕の強制救助のやり方がよくなかったのかどうかわからないんですけど翌日15日に、えー、と朝起きたら吐き戻ししていましたで15日バイト行って帰ってきたら亡くなっていたっていうそういう流れですねでこちらが亡くなった後の個体ですねいろいろ観察してみるとやっぱ明らかに細いですね痩せています お迎えした時から結構痩せてて、まあ輸入した時って餌抜くらしいんですけど、まあその影響かなと思っていたんですが、まあ結構ね、痩せてる状態で売り出すって結構良くないことらしいんですけどね、それを知らずお迎えしてしまったのは僕なので、まあそこには責任は僕にあるのかなとは思っています。で、お腹がね、えー、見てもらったらわかる通り、谷みたいになってますよね。で、これ結構ね、痩せちゃってるなっていうのが、もうほ痩せすぎですよね、ここまで来ると。谷になってるんですよ。 お腹側がであと指標に、痩せてる指標になるのが背中側の背骨の方が浮き出てるっていうことだと思うんですけどでこの尻尾の方にかけて結構山っぽくなってるの分かりますか背骨が浮き出てで周りに皮が、えー、ぶよってなってるの分かりますかねこれ結構痩せている証拠というか指標でこうなってくると,、えー、と危ない良くないですね。 この背骨の横の皮これがもうかなり痩せてますねでこれびっくりしたのがあのこれ取りながら気づいたのがこれねマダニついてるんですよ見えますか皮と背骨この皮の隙間にマダニがいてでこんなことあるのかって思っちゃったんですけど やっぱりね、お迎え前に、購入前に僕はしっかり確認していなかったっていうのもあると思います。ちゃんと確認していればね、お迎えしなかったでしょうし、そもそもショップの方でこれは見てなかったのかっていう疑問はあったんですけど、まあ、そこはね、ちょっと一旦ね、ショップ側の責任、うんぬんは置いといて、まあ、これは自分の反省っていう動画なので、やっぱ生態を迎える前には、ちゃんと健康状態確認して、お迎えするっていうのは大事なのと思います。 やっぱね、ファームハッチとかワイルドってこういうこともあるんですよね、まあ、マダニが直接の死因の原因かどうかって言われるとそれは分からないし多分あのサイズだったら違うと思うんですけどお迎えした直後とかってベタベタハンドリングって普通しないんでこういうのって気づきづらいんですよねお迎えした後だとだからこそ迎える前にやっぱりしっかりショップの人にちゃんと見てもらって いいなかかとか健康状態どうか痩せていないかどうか餌ちゃんと食べるのかどうかっていうのを確認した上でお迎えするっていうのは当たり前ですけど、えー、とやっぱ気持ち早くお迎えしたいっていう気持ちが優先しちゃうと都合のいい情報しか取り入れなくなっちゃうんでそこはねやっぱり今後お迎えする飼育するにあたって気をつけたいところだなと、えー、今回の件では思いました。えール、まあ、ルパイソンのノーマルね安いからって 一定を迎えするかもしれないですけどこういうリスクもあるっていうのをちょっと知っていただけたらなと思って今回動画作りましたでなんか死因としては僕の最後のね強制給陣が結構とどめになったんじゃないかなとあそこでもう体力尽きちゃったのかなって思ったんですけどまあかといってね餌を与えないとどちらにせよ体力つきて死んじゃうので遅かれ早かれだったのかなとは思うんですけどまあなんかそうなる前にねちゃんとお店で確認っていうのはやっぱ大事なことだと思います で、お迎えしてね、すぐに様子が変だって思ったら病院に連れていくっていうぐらいの判断力と瞬発力があればよかったんですけどどうしてもなんかストレスを与えたくないそっとしてあげたいっていうのが勝ってしまって、えー、様子に気づくというか改善する時間っていうのがどんどん過ぎていって今回、なくなってしまったっていう経緯に至ります。 今回のね動画で、まあ、ボールパイソンをお迎えするときに気をつける点だとかまあボールパイソンにかかわらず生き物をお迎えするときの健康状態ショップの人と確認した上で迎えするっていう基本的なことですねこれが感情を優先してしまうとおろそかになってしまうのでそういったことも気をつけましょうという自分にも言い聞かせるという動画ですねえー、まあこれを見てね、えー、今後 生き物をお迎えする、ボールバイソンをお迎えするという方の何か参考になればね、いいなと思います。えー、今後ですね、この子をお迎えする前からボールバイソンを迎える予定はあるので、えー、この子の、ね、失敗を含めて、今後の糧にして前を向きたいと思います。すいません、ちょっと話がまとまらなくて、長い動画になってしまった、プラスちょっとね、重い話になってしまったんですが、また明日からね、普通に動画投稿していきたいと思いますので、えー、また明日お会いしましょう。それでは、またね。